こんにちは。長野県坂城町のキーナと申します。コーヒーの話の続きなんですけれど、今日は私が手元に持ってる現在の、木豆をお見せいたします。で、さらにもう少し、どこから木豆を買ってるかという質問に対してちょっと答えようと思ってます。まずは、これは今最も多く持ってるマンダリン、リントンのものなんですけれど、これ非常に格好は形いいものとしてできてるものですけれど、普通のマンダリンよりクラス上だと思いますけれど、これは今大好物 で、他にはですね、現在多少ちょっとコンゴの、アフリカのコンゴの豆と、ユガンダの豆。私は最近タイの豆は好きで、ちょっと友達から送ってもらったり、持ってきてもらったりしたことあるんですから、本当に貴重な豆なんですけれど、これはタイのチャンライの方のき、あの、ピーベリーですね。これもピーベリーで、チャンマイの方ですね。で、これももう一つ、チャンマイの無農薬の豆です。で、この数ヶ月一番気に入った豆、カマルンの豆なんですけれど、今カマルンの、経済と、政治状態は非常に不安定なんですけれど、この豆は非常に美味しかったんですけれど、残念ながらどこにも置いてないような感じですね。これはケニアの AA ですね。これは一つの農家のものではなく、皆さんの豆を合わせて AA の、ものですけれど、非常に品質はいいものですね。で、試しでケニア AA よりちょっと一つクラス下のケニア AB。で、多少ちょっとブラジルのピーベリーが残ってます。あとはブルンジとルワンダ、今現在あります。これは全て今持ってる豆なんですけれど、私が普段豆はどこから買ってるかという質問が以前ありましたので、それはちょっとお答えようと思ってるんですけれど、まずは私が2年前、焙煎し始めた時、近くの焙煎屋さんと相談して、ちょっと少し1キロ単位で分けてくれないかと。親切に言うと、大体、誰でも分けてくれるから、それが第一のおすすめです。で、その後、もし本当に、私も自信持って、もう少し大量で幅広いようなものをいろいろ焙煎してみたいと思ったんですので、インターネットで検索、Google で木豆を検索すると、いっぱい出てくるんですよね、店がね。店とか個人の人も最近 Amazon か、楽天で Yahoo オークションでも売ってるんですよね。私が、まず、そんな個人から買おう、ことより、どっちかっていうのは、初めて、焙煎してみると、リスクはあるんですから、多少、例えば1キロぐらい買って、焙煎してみて気に入ってるか、自分で焙煎のやり方に合うかどうか、とか、自分の口に合うかどうか、ということを、ちょっと、検討しないと、5キロとか買うのはちょっとリスクは高くて。ですので、なるべく少し買ったら、またなるべく近いうちに大量、気に入ったら大量買えるようなところはおすすめです。ですので、インターネット上でいくつか、手で数えるぐらいの全国の
まあ、個人向きにも、販売してる術屋さんがありますので、ぜひ、Google で検索してみてください。まあ、私がそんなに綺麗なコーヒーというのは、もともとそんな綺麗なものではないですので、写真がいっぱいあったり、文章は非常に、まあ、いい文章だとか、そういうことよりお値段ということとか、まあ、名前とか、まあ、ちょっと自分で別でそのコーヒーの、名前をよく検索してますので、それで、まあ、自分の今まで飲んできたもので可能性があるかどうかって考えながら、まあ、買ってくるんですね。まあ、もう一つは、ほとんどのそういうインターネットで販売してる店は、木豆だけではなく焙煎した豆も売ってるところありますよね。それは一つ、まあ、証明としていいと思いますし、で、まあ、2、3店でも私がしてる店で、まあ、個人向きでも1キロ単位で売ってるとありますが、まあ、店向きに例えば10キロとか60キロ単位で同時に売ってるところもあります。まあ、そういうインターネットショップは私の個人的のおすすめです。で、ぜひ今日の話でご質問、コメントがあれば、書いていただければ嬉しいです。ご覧になっていただいてありがとうございます。また会いましょう。